覇権を唱える伝説の妖怪も、野山で暮らす妖怪も、どちらも懸命にこの世を生きている。この火から供養の世界には、妖怪たちだけの楽園が存在するだろうか。ここは百鬼夜行の世界。ここに集まった妖怪たちは、もう一つの暮らしを堪能している。妖怪に化け、百鬼と共に遊び、碑文の絵巻を作り、百鬼の身分を記す。そんな世界へ足を踏み入れたあなたは、この絵巻にどんな百鬼の身分を書き記すのだろうか。申し訳ありませんが、招待状をお持ちでないお客様はご入場いただ…招待状？何それ？え？おわわわ、いてててて、て、ああ、そう、その通り。すみません、高野祭にご参加いただけるのは私たちは別に高野祭に参加したいわけじゃないから、ただ…そう、その通り。困りましたね。やはりあなた方をお通しすることはできます。そんな、せっかく化けたぬきさんから依頼して。男はな、しっかりと身近な人を守らねばならぬ。鎧で身を固める。私の心、熱いでしょ。鎧で身を固めるよ。え？そんなバカな、どう見てもとげひひ。勝負となると私はね、カエルさん。春の風が満開の知らせを運んできたで。男はな、しっかりと身近な人を守らねばならぬ。心に一切迷いはない。止めを果たす。やっちまった。
は炎を求めながらその熱さに怯えます。やけどに気をつけてください。拙者の防御がまさか。治療はうちに任せなはれ。一差し舞いましょうか。何人たりとも近づかせん。全てわしが守ってみせる。わしが守ってみせる。春は終わった。守護の使命決して終わらぬ。主様を守り抜くでござる。炎の中で命の意味を探すのです。灰になって散りなさい。灰になって散りなさい。だから言っただろう。こいつに勝てるわけ。どうやらかまいたち一族弟たちよ、すでに勝利への道筋が見えている。男はな、しっかりと身近な人を守らねばならぬ。はどうだ。何人たりとも近づかせん。
加減はせんぞ。すべてわしが守ってみせる。手加減はせんぞ。わしが守ってみせる。ありえない。かまいたち一太郎がかも簡単に負けるはずがねえ。勝利への道筋は招待状。はい、確かに。命の意味を探すんです。炎の中に命の意味を探すんです。法王からの祝福を進め、わしらは次期再会するだろう。
。